女子バレー日本代表で久光製薬スプリングスの新鍋梨沙選手が現役引退を発表しました新鍋選手は鹿児島県出身の29歳2009年に久光製薬スプリングスに入団し最優秀新人賞やリーグ MVP に輝くなど11年にわたりチームを支えてきました新鍋選手は 本当にたくさんの方々のご指導とご声援に支えられ、バレーボールを続けてくることができました。そのすべての皆様に心より感謝申し上げますとコメントしています。